こんにちは。フランス政府公認ガイドのイッコです。今回は城壁のパリと題しまして、パリの街づくり、特にですね、どのようにしてパリが今のような形になっていったのかということを城壁という側面からお話ししていきたいと思います。パリに限らず、ヨーロッパの都市、中世の都市というのを思い浮かべた時に、まず街の周りが壁に囲まれていて、そして街の中心に広場があって、広場に面したところに教会があるという、城壁、広場、教会というのが3点セットのようになって、街を作っているというのがよく頭に浮かびます。この中世の壁というのの、有名なフランスの街といいますと、南の方にですね、カルカッソンですとか、あとはプロヴァンスのアビニオンなんかも立派な城壁に囲まれています。また北の方ではサンマロなんて、ブルターニュにある町なんですけれども、とっても立派な城塞がございます。パリというのも、この城壁がですね、全部で6回作られたと言われています。壁を作って、その周りにどんどん人が増えてきたので、またそれを壊して大きくしてというように、波紋状に広がっていった町なんです。ではまず、この手書きの地図をご覧ください。縦が 9km、横が 12km の楕円形をしております。両側に緑のところがありますけれども、この大きい方の緑はブローニュの森、そしてこちら側はヴァンセンヌの森という2つの森があります。このブローニュの森というのはパリの16区、そしてヴァンセンヌの森はパリの12区になりまして、パリというのはこの中に20の区があります。そして町のちょっと南側をですね、東側から西に向かってセーヌ川がこう流れてます。そしてセーヌ川はパリの南西で一度パリを出ますと、こういうふうに迂回してまたこう戻ってくるという。で、最終的にこのセーヌ川っていうのは、ルアーブルだとか、それからオンフルールというところにこう分かれて注ぐような長い川なんですけれども、このセーヌ川の中州にですね、大きい方がシテ島、小さい方がサンルイ島という2つの島があります。けれども、昔はパリの中を流れるセーヌ川の流域というのはこのようではありませんでした。セーヌ川の他にビエーブルっていう川が流れておりました。それとセーヌ川の中州ですけれども、島ももっとたくさんありました。ところで、パリにはいつから人が住んでいたかということなんですけれども、10万年前ですから、旧石器時代の頃はですね、いくつかの移動する集団というのが、季節ごとにパリに住み着いてまたどっか行ったりというような形跡があるそうです。パリで出た一番古い遺跡というか、人骨が2010年に発見されたんですけれども、それは中石器時代の紀元前8000年頃の人という人の骨が出たんですよね。で、パリスなんて名前が付けられましたけれども、そのもっと前ですけれども、80年代に遺跡が見つかっているのがベルシーのあたりでですね、パリの12区のあたりで、例えば地下鉄の14番線の工事をしてたりとか、そういう時にですね、見つかった集落というのがありまして、それが新石器時代のものですね。だいたい紀元前の4700年ぐらいのものが見つかっております。で、その時に見つかった非常に興味深いものに、木でできたカヌーがありますね。木の船が10艘ぐらい見つかったそうです。で、その中の一つがカルナバレ美術館に収められております。でも実際、紀元前1000年までのパリの歴史についてはあまり知られていないというのが実情のようです。それでは時は流れまして、紀元前3世紀、セーヌ川の中州に住み着いた人たちがいました。ケルト系のパリジー族です。彼らは船を操ってセーヌ川を上り下りしていた民だったんですけれども、ある時、
この中洲いいなと思って住み着いたんですね。これがシテ島なんです。ですからよくシテ島がパリの始まりだよなんていうふうに言われております。パリジー族の人たちはですね、彼らの言葉でその自分たちが住み着いた場所をルテキアとかルテチアというふうに呼んだそうです。どういう意味かというと、水の中の住まいっていう意味なんですね。紀元前52年まで、時は流れまして、今度やってきたのがローマ軍です。シーザーの部下ラビエニュスという人なんですけれども、シーザーはその時ですね、だいたいパリの南100キロのところにあるサンスあたりにいたそうですけれども、そこからラビエニュスを派遣しました。そしてこのルテキアはローマ軍によってやられてしまうんです。そしてこの今のフランスのことをですね、ローマの人たちはガリアって呼んでたんですね。でこのガリアという国はローマの属州になってしまったわけです。でローマ人っていうのはどういう人たちかと言いますと、土木工事が得意だったんですよね。ですからここにも地作りを始めます。セーヌ川の南側、こちら側にですね、今でいうカルチエラタンのあたりに町づくりを始めました。まずは南北に貫かれた舗装道路カルド、東西の道路ドクマニュスをはじめ、いくつかの舗装道路を作りまして、水道を引き、集会場だの3つの浴場を作りましたね。それから円形闘技場だとか劇場といったものを次々に整備していきます。1回目の壁が作られたのはシテ島です。この真ん中の赤い部分、このシテ島の周りにぐるっと作った壁というのが1回目に作られた壁でした。ではどうして作ったのかということですけれども、3世紀にバン族が攻めてきたんです。235年から285年の間に何回にもわたりバン族が攻めてきたそうです。そして276年バン族の侵攻を受けて人々がシテ島に立てこもりました。そしてそのシテ島の島の周りに壁を作ることを思いつきました。この城壁を作るために使った石というのは、あのローマ人が作った円形闘技場であったんですけれども、その観客席の石を使ったそうです。その時の人口はだいたい6000人から1万人ぐらいだったと言われています。このシテ島の城壁の遺跡が見つかるところというのがシテ島の中に1箇所だけあります。この石が残ってるわけではなくて、ここに壁があったんだよというような跡地ですね、それが見られるのがコロンブという通りの6番地にあります。ここだけですね、石畳の色が変わっているんですよね。でこの石畳の幅で、でこの場所に壁があったというのが見られる場所なんです。でこの6番地の右側の壁にはそれを示すプレートもかかっております。それからまた、パリの中でローマの遺跡が見たいなという方のために3箇所ご紹介したいと思います。まず1つ目はクルニー美術館です。こちらはとても有名な中世博物館になりますけれども、この建物の一部というのが200年頃に作られたかつてのローマ風呂なんですね。北のテルマルと言われていたところで、テルマエロマエですよね。最もよく残っている建物は冷水浴場だったところですね。2つ目はアレーナという円形闘技場です。2世紀の初めに建てられました。剣闘士同士の戦いや動物の戦いを見せるために作られましたけれども、4世紀の初めにはもう見捨てられていたそうです。先ほどお話ししたんですけれども、シテ島に城壁を作るときに使われた石というのは、ここの観客席の石でした。3つ目はシテ島のノートルダム大聖堂の前の広場にあります。広場の地下というのが考古学博物館になっておりまして、とっても興味深い遺跡が残っております。このローマ帝国が衰退するのは、度重なるゲルマン人の侵入だったり、ローマ帝国内の内政の弱体化というのが原因だと思われます。
ローマ帝国というのは395年に東と西に分かれまして、476年には西側のローマ帝国が滅亡します。その後481年にはゲルマン系のフランク族によってフランスの北側がですね支配され、508年にはフランク王クロヴィスによってパリは首都となります。王様が住んだのはシテ島の王宮です。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。パリの壁のお話はまだまだ続きます。また次回をお楽しみに。アビアントー。